Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
皆さんはじめまして、アーナス役の魔王です、今回演じさせていただいたアーナスちゃんはですね、あの汎用でいろいろ悩みながら一人で生きてきた女の子なんですが、まあとても頑固でリュリーテスがねこう大好きっていう、なのでリュリーテスの前ではこうかっこいい女性であり、まあでもあのいろんなところでちょっと抜けていたりするので、そこでなんか女の子らしさが出て可愛くなっていればいいな、でもかっこいい一面もちゃんと出ていればいいなと思いながら今回演じさせていただきました。はい、ちょっとでもキュンとしていただいていたら嬉しいです。ですね、他にもまだまだエンディングがございますので、そちらの方もぜひぜひ楽しんでいってください。ではでは、バイバーイ。リュリーテス役の五十嵐ひろみです。プレイありがとうございます。夜のない国、本編は本当にアーナスとリュリーテスがひたすらラブラブしている記憶がほとんどだったような気がしますが、皆さん、アーナスのセリフ、キュンキュンしますよね？私もリュリーテスみたいな、いわゆるザ・ヒロインという役をあまりやることがないので、ちょっとドキドキしながら収録しました。いろいろとエンディングのルートもありますので、皆さん周回プレイ頑張ってくださいね。ありがとうございました。はい、皆様クリアおめでとうございます。噛んじゃった。ごめんなさい。皆様クリアおめでとうございます。アルカド役の松岡義嗣です。今回ですね、妖魔研究の青年ということで、かなり皆さんこの容姿に騙されてしまったんではないかと思うんですけど、意外とですね、意外とというか非常にちょっと残念なキャラクターでですね、残念というのはまあ容姿はなんかこうかっこいい系なんですけど、喋ってみると、あ、ちょっとああこういうキャラなんだというか、僕的にはすごい楽しくてですね、なんだろうな、やっぱ僕こういう役の方がすごい大好物なのかな、なんか思いっきりやらせていただきました。そうですね、基本的にはアルカド先生って言った方が、教授って言った方がいいのかな。教授はですね、ところどころに散りばめられたこうシリアスな感情というのが、実はもしかしたらアルカドの、過去に見てきたものとか、そういうものにつながっているのではないかなと、ところどころなんかそのかっこよくなったりとかっていうのは、アルカド本人であると同時に、また表のこうバカバカしいアルカド君も、どちらもアルカドなんですけど、そうですね、本音のアルカドっていうところがそこで立つかななんて思ってたりして、なんとかして、わかんないな、どん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 僕頭の中がぐるぐるしてくると、どん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 が多くなってくるんですけど、そうですね、いろんな、ルートでやっていただけたら、また新しい
アルカド君も見れるのかななんて思ってるので、何回も何回もやってプレイして、あそういうここのアルカド君はそういう思いだったんだなっていうのを感じてくれたら、役者冥利につきますので、なんか楽しんでいただけるかななんて思ってるんで、またこの僕の拙いコメントを聞きた後にももう一回やっていただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。アルカド役松岡優でした。バイバイ。はい、というわけでプレイした皆様お疲れ様です。ありがとうございました。ねえ、どうでした夜のない国。すごかったんじゃないですか、この迫力あるね映像といい、そしてゲームもね、アーナスとリュリーティスね、こちらもうこの二人のね、この使命と運命がね交差する、こんな壮大なストーリーですけれども、そんな中でね、私ロイドというね、商人なんですけれどもやらせていただいて、ね、大元のストーリーの展開はシリアスじゃないですか。そこでグッとちょっとね現実に引き戻してくれる、そういうね一息できる瞬間、そういうねところでの大きい存在を担わせていただいたのがこのロイドなんじゃないかなと思っておるんですけれども、ロイドとね、あとアルカドね、この二人のね、なんでしょう、コンビ漫才といいますか、コミカルでね、くだらないやりとりも、このゲームの注目していただきたいポイントではあるんですけれども、そこでゲームをね、本編の方たくさん戦ってもらった後に笑って一息入れてもらえていたら嬉しいなと、ロイドを一生懸命演じた甲斐があるなと思っております。というわけで、今皆さんがどのエンディングをクリアしたのか分かりませんけれども、まだまだね、いろんなパターンありますから、全ルートクリアしてみてください。というわけで、ロイド役日野聡でした。ロイドも戦えるといいな。無理か。はい、よくたどり着いていただきました。支配人役の寺様正明でございます。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。私が皆様をこのご案内する支配人を務めてまいりましたが、楽しんでいただけましたでしょうかね。もっともっといろんな楽しみ方があると思います。この一通りではなく、こう二通り、三通り、四通りといろいろ楽しんでいただいて、ますますこのゲームを好きになっていただいて、隅から隅まで知り尽くしていただきたいと、そう思っております。はい、短いお話でしたが、これで、さよならいたします。それではまた私とお会いしましょう。寺様正樹でした。支配人でございました。どうもさようなら。